まっちゃんです。きちゃんです。けいちゃんです。俺たち三者三様です。確かに間違えましたね。なんすか今の歯切れの悪いスタート。なんか一言入ったよね。とか言ってはい、なんすかあの、みたいな。はい、今日はですね、はい、はい、またあの急に仕切り出した会となりまして、はい、今回あのキャット&チョコレートという作品をやりたいと思います。キャッチョコで、これビジネス編という方なので、お、はい、なんか普通のスタンダードなやつは、うん、怪しい洋館に起こる怪現象をアイテムで回避するっていうような感じのゲームだと思うんですけど、今回はですね、そのビジネスマンになりまして、我々はい、あの我々ね、スーパーエリートビジネスマンなので、何でも問題を解決できるはずなんですよ。なるほど、はい、スーパーエリートサラリーマン。ビジネスマンじゃねえ。間違えちゃったよ。ビジネスマンなんでね、うん、ビジネスみたいな。スーパーエリートビジネスマン。ビジネスマンなんでね、あのこうやってね、いろんなものをね回避していくという、うん、はい、ゲームでございますのでね。カードを引いて、それのまあお題通りに、はい、自分のカードを使って解決できるかっていう、ちょっとなんか人狼 TLPT にも似たアドリブみたいな、はい、ストーリーを作るっていうゲームですね、はい、で解決できたかどうか判断していくっていうゲームでございます。発想力でね。そうですね、はい、で、これですね、実は、副社長派と専務派というカードがありまして、これがどちらかに分かれることになりますね。で3人なので2-1に分かれることになります。こうどう分かれるかは、まあ、僕がシャッフルして皆さんに配るので、それで決めていきたいと思います。だからもしかしたら、例えば太田さんと大里さんが、この仲間副社長派とかで、派閥が、専務派が、ね、中田さんとかなってる可能性もあります。ただ仲間が誰かは分からないということで、もしかしたらこの人が仲間かも敵かもなっていうことで探り合いつつ、お互いにジャッジしていくというゲームでございます、ね。少数派は不利なんじゃないですか。少数派は、ポイントが2ポイント。2倍になりますので。いいルール、はいはい。それでどっちが勝つか決めていきたいと思います。はい、では、よろしくお願いします。3人のおじさんがいろんなことにチャレンジして、みんなに元気を届ける番組です。So we gotta go. You are...じゃあまずルール説明していきます。はい、まずここにあるこれカードなんですけれども、はい、プレイヤーはですね、もうこれ切ってありますので、1人3枚ずつはいアイテムを渡しますと。アイテムカードというやつですね。はい、渡します。はい、で、今はあのルール説明でちょっとオープンしていきましょうか。はい、そうしますね。オープンしてやっちゃいましょう。僕のなんてはね、手札がこうなってますね。はい、例えば読んでください。カードキー、夜の顔、仏像。はい、ワードが3つ配られるわけですね、はい、アイテムが。そしてで、このお題になる、はい、まあ、テーマがあるんですけれども、はい、それを何枚、ここに今2って書いてあるんですけど、はい、2枚のアイテムカードを使ってクリアするみたいな、うんうんうん、ゲームになります。例えば1枚引いてみましょうか。1枚引くと、はい、上司のズラがずれている。上司のズラがずれている。これを解決しなきゃいけないわけですね。これを2枚のカードを選んで解決してください。はい、あの、例えばじゃあ大笹さんやってみてもらっていいですか。はい、カードキー、夜の仏像夜の顔。はい、なんで私、上司のズラがずれていることを、はい、は気にせず、とりあえず夜の顔でお酒飲みまして、はい、であとそれ一緒にね、上司にもう飲んでもらって、はいはい、でこの上司が酔っ払ったら、はい、カードキーでちょっと上司もう酔いすぎだから、ちょっとホテル泊まってくださいよって言って泊まらせる。はい、ずれてるの解決になってますこれずれてるって問題を解決するんですよね。そうですね、スーパーエリートビジネスマンとして。そうですね、今の解決できてますか。でそれをジャッジするわけですね。あ、じゃあ上司のズラが、今ちょっと間違えました。間違えとかあんの。ちょっと夜の店行って、上司をまだ気づいてないから、はい、ずれてるの気づいてない。気づいてないじゃないですか。はい、で、酔っ払ってる時に、はい、ビジネスマンの顔してるじゃないですか、多分女の子とかね。はい、その時に、上司、あ、ごめん、あ、仏像落としちゃったみたいになって、すいません、上司取ってもらっていいですかって言って、はい、上司が仏像を取ってる瞬間に、お前、自分で取れよ。って言われたらどうします確かに上司っていうの周りが酔っ払っちゃったみたいなこと言います、もう夜の顔で。でそれで、要はこの物語が成立してるかどうかを周りがジャッジするというわけですね。はい、じゃあ、太田さんと、中田さんはもしこれが成立してたらサムズアップしてください。ダメだったらこうやってやってください。いきますよ、せーの、ダメでーす。
これはもう味方だったとしても情状酌量の余地もなくダメということですね。でちなみに、はい、はい、ダメだった場合はこれはもうこのお題がなくなります。なるほど。でアイテムも使っちゃったんでなくなります。もし成功してた場合はこれが、はい、ポイントになります。でそのポイントが多ければ勝ちってことですね。そうですね。わかりました。言葉が詰まって、はい、あのもうこれちょっとできんなと思ったらコールをしていくと。コール3、2、1って言って、なるほど。でそれが0になった瞬間にあの負けです。じゃあちょっとスムーズにジャンプいかなければ、はい、アウトってことね、うん、まあ、まあ、でも皆さんあの TLPT 役者でありますしアドリブ得意なんで、うん、そんなことはないと思いますよ。まあもうね、そういうことです。ありえないと思います。スーパーエリートビジネスマン、さっきみたいなまーちゃんみたいなことはありえないと。ありえない。世代であんなにスドロモドロになってる。いやだからね、その発想で、ね、ちなみに皆さん役者さんなんで、はい、普通にゲームやっても面白くないなと思ったんで、はい、このカードは例えば持っといてもらって、はいはい、こうやって、ね、うん、持っといてもらって、うん、でこのお題があるじゃないですか、うん、お題は最初に僕が読み上げて、はい、で例えば一人やるじゃないですか、うん、じゃあ大札さんがやるとして、はい、こうカードをここに見せながら、はい、カメラに、じゃあ、うん、でちょっと体も動かしつつ使ってカードキーを使って先ほどその場をあのこう、ね、何表現しながらやってほしいです。はいはい、はい、分かりました。いいですか。はい、じゃあちょっと皆さんやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。三者三様番組のじゃんけんしていきましょう。はいはい、じゃあ勝った人からいこうか。勝った人から。一番勝った人からいこう。そりゃさ、そりゃそうですよ。だってみんなやりたくてしょうがない。やりたくてしょうがない。そう、役者だね。はい、いきますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい。なるほどね。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。じゃあ、キーちゃん。なんで今、あーって言いました、ね、そうだよね、そうだよね。そうですよ、そうです。一発目、一発目。では、ここからカード引いていきます。これは陣営カードといって、どっちの陣営になるか決めるということですね。はい。はい、どちらかを選んでください。どうぞ。こっち。こっち見てください。あなたはそちらの陣営でございます。そちらの陣営でございます。はい。OK です。戻してください。はい。お次。シャッフル。シャッフル。はい。OK ですか。じゃあどちらの陣営になるか決めてください。どうぞ。はい。はい。あなたはそちらの陣営です。見てください。わかりましたね。覚えました。はい。はい。戻してください。シャッフル、シャッフル。見てください。デデン。じゃん。見てください。あなたはそちらの陣営です。覚えてください。なるほど。覚えました？オッケーです。押してください。三者三様。よろしくお願いします。じゃあまずカード引きましょう。こちらにどうぞ。はい。アイテムカードを3枚引いてください。3枚。あ、はい。お、お。はい、端っこから読み上げてください。バランス栄養食、はい、名刺、黒川の手帳。なるほど。この3つを使ってトラブルを解決しなきゃいけないと。はい。じゃあ次トラブルの方は何でしょう。辞めた同僚の仕事を回された。過労で倒れそうだ。これをこの中の2枚を使って解決しなきゃいけないわけですね。2枚か。はい。どうですか。整いました。整ったらやってもらって2枚を持ってください。はい、はい、で見せながらお芝居しながらストーリーを作ってください。はい、よろしいですか。 いける、はい、いける。はい、いきます。よし、よーい、スタート。寝てない。寝てない。仕事が多すぎる。はい、そうだ、もらった名刺の中に確かあそこのでっかい大学附属病院の先生の名刺があった。この名刺を使ってちょっと病院に行こう。よし、病院だ。先生、この間のスーパーグレートビジネスマンの太田です。ちょっとね、なんか最近寝てなくて疲れたんですけど、なんかいい薬ないですかね。え、これを食べなさい。バランス栄養食。お、これで治るんですか先生。え、これ普通のバランス栄養食じゃない、スーパーグレートバランス栄養食。わかりました、これをじゃあ食べます。マリマリマリ、元気いっぱい仕事頑張るぞ。さてどうでしょう。課題としては、辞めた同僚の仕事を回された、過労で倒れそうだ。これが解決できたかどうか。お二人、もし解決できていたらサムズアップ、ダメだったら下でお願いします。いいですか、いきますよ。 3、2、1、 グッド成功です。素晴らしかったですね。いや、いいんじゃないかじゃなくてめちゃくちゃ良かったんですけど、俺なんかこの仕事を回されたを、だからこれで回復して
回避したとか、ね、あ、なるほど、そうね、そうね、そうね、そういうことだよね、バランス栄養食まずね、倒れそうだった、倒れそうだったからね、素晴らしい、敵陣営、いや、敵陣営じゃないよ、だってグッとしてるやん、グッとしてるやん、あれ味方かもしれない、わかんないんでね、わかんないよね、じゃあこれはあの太田さんがゲットです、はい、1枚持っといてください。これの最終ポイントが枚数が多い人が勝ちなんで、はい、多い陣営が勝ちです。ということで太田さんお疲れ様でした、はい。ありがとうございました。三者三様。では太田さん行きましょう、はい。じゃあまずカード引きましょう。はい、アイテムカード3枚。スーパーグレートビジネスマンなのでね。スーパーエリートって言ったの。もう全然違うじゃん。まあどっちもいいんですよ。どっちもいいんだ。はい、読み上げて。はい、高い酒、模服。こうね、ああいいね、この3つを使わなきゃいけない、この3つを使って、まず課題は、課題は娘が、違うんだよ、こっちが読みやすいよ、娘がなんでこうやってやっちゃうのよ、娘が中学生、お客さんが読みやすいよ、読めなかった、だが明らかに学力が足りない、もう2枚を使ってクリアする、娘が中学受験だが明らかに学力が足らない、うん、これを2枚使わなきゃいけない、 娘バカだなこいつ、どうしよう、これ僕高い酒やべえぞ、ではどうしましょう、はい、私これ結構いけますね、簡単だ、お、簡単いけます、じゃあ整ったら2枚持ってください、はい、まあ、一応全部持って動きますね、なんでよ、はい、なんでよ、2枚しか使わない使わないけど、いや2枚しか使わんけど、なんでよ、はい、じゃあどうぞ、はい、娘名前ないんかい、娘これ1たす1分かる、5じゃないな、5じゃないんだよ、娘ああ大変だ、娘が中学受験なのに全くバカすぎてどうしようもない、なるほど、しかし私には裏に繋がるコネクションがあるのだ、裏、これで裏口入試で会社の私の権限を使って娘を入学させよう、ただ何も持ってこないのもまずいと思うから、賄賂として高い酒を持ってき、うちの娘をどうかよろしくお願いします、ちょっと相当ね娘あれなんですけど、でもね、あの私この高い酒を無理くり押し込んで、どこに押し込むお願いしますね、よろしくお願いしますと言って賄賂を渡しまして、娘を入学させました、はい、ということでジャッジの時間です、はい、お二人来てください、これはどうでしょう、じゃあお二人さっきのルール通りよかったら上、ダメだったら下でございます、いきます、せーの、おーやったぜー、成功でございます、これぐらいだけどね、まあ、なんでだよ、なんとかね、アイテムがね一応良かったですからね、良かったですね、じゃあ成功ということで、はい、大沢さんそれ持っといてください、はい、1ポイントゲット、三者三様、じゃあ次は永田さんの出番でございます、お願いします、じゃあアイテムカード引きましょう、アイテムカード、ででん、アリバイ、ででん、スマートフォン、ででん、制服、なるほど、この3つを使いますね、アリバイ、スマートフォン、制服でございます、はい、では課題カードを引いていきましょう、はい、ででん、なんだ、うつだ、うつだ、シンプル、1枚で、はい、1枚使ってください、はい、では整えましたらお願いします、整わない、なかなか1枚でいいのに、1枚うつだ、お、何か持った、お、スマートフォンか、じゃあよろしくお願いします、どうぞ、はあ、なんかいいことないかな、ほんと俺運悪、なんでこんな運悪いんだろう、スマートフォンでも見るか、 YouTube なんか面白いのないかな、うん、三者三様、面白い、この人たち面白い、特になんかガラシャツ着てる人面白いな、なんか鬱が治ったようだな、三者三様ありがとう、はい、ジャッジの時間です、同じ、あ、早い、はい、お、早い、さすが三者三様ネタは早い、じゃあ2人ともグッドということで、はい、成功、素晴らしい、成功でーす、ありがとうございます、
え、これみんな1ポイントずつ取ってるじゃないですか。そうですね。返して素晴らしい、これをいただく。はい、1ポイント幸先いいスタートです、ね、1ポイントずつ。皆さんね、グレートビジネスマンに、はい、向かって、はい、じゃあ次2周目いきましょう。よっしゃ、三者三様。